ハイボール飲んでますか、皆さんお久しぶりでございます、バースモークソートの佐々木です。なかなかね、あの動画を撮れなくて、どうも申し訳ございません。今回は、人力機の、レシピが若干変わりましたので、改めてまた動画であとご説明をしながら、ご紹介していきたいなと思います。まず最初にご紹介からしていきたいと思います。それではどうぞ。まず最初に、ジンのご紹介です。プレミックスする処方は、今までと変わりません。あとはこちらのゴードンですね、47度の、リッター瓶のゴードンです。並行で入ってきてます。こちらに、前回の動画でもご紹介しました、オレンジの皮と、果肉を少しだけ入れて、数日間寝かしたフレーバーをつけたゴードンです。で、以前こちらの方が、ロンドンヒルっていうものを使ってたんですけれども、ロンドンヒルの方が、ラベルが変わりまして、若干ちょっとボタニカル感が出てきたような感じがしましたので、ちょっとそこをこう私自身がちょっと懸念してしまって、悩んだ挙句またもうちょっと自分で加工してしまおうと思いました。そこで、結構チンの中でもドライな爽快感があるタンカレン、こちらに 1% の、ジルバーベリーを、漬け込みました。こちらも数日間ですね。そうすると、ジメパーベリーの味が少し出てくるので、そこの味が、結構コクとなって、コクと甘みになって出てきますね。でそこに、こちらをプレミックスをして、人力機を作ります。では、ちょっとこちらで、人力機を作ってみたいと思います。はい、まずはライムからですね。ライムはですね、横に切ります。これは人力機の時は横に切りますね。逆に、ジントニックの時はこう縦に切りますね。そうするとジントニックの場合はライムにはちょっと甘みとか旨味の成分が欲しいので、縦に切って絞った方がそっちの方が出やすいですね。で逆に横に切って絞る時は結構酸味の方が出やすいんですね。でやっぱり人力機には爽快感と、酸味が欲しいので、そこで、横に切りたいと思います。でこんな感じですね。でそれを、もう半分、4分の1です。そして、ライムに一番、大切なのはここの根の部分ですね。ここを絞ってしまうとちょっとえぐみが出たり苦みが出やすくしたなったりするので、ここをカットしていきます。結構こんな感じで、こうかな、こんな感じで大胆に絞っていきますね。これをこう、こういうような感じ、こう手でこう持ってこうギュッと絞るって感じですね。こういう感じで作っていきたいと思います。それでは、はい、それでは人力機を作っていきたいと思います。まず、こちらの、人力機のグラスに氷を入れます。こうやってね、小さい氷から、だんだんこう大きくしていって、氷を詰めていきます。そして氷乾いてるんで、お水で、氷を磨きます。まあ、こうすることでお酒を注いだ時に、乾いた氷だと、お酒にくっついてしまうんで、それをこう解除するような感じですね。それでは、ジレバージン、こちら30ミリ。それで、オレンジを漬け込んだゴードン、こちらを10ミリ。少しこうオレンジのシトラスのフレーバーを加えるというイメージですね。ではまた入れて。で、捨てやします。
で、あの氷がね、ステアすることでね、氷っぽい液体の当たるこう確率が多くなってくるので、急激に、液体が冷えてきます。それで先ほどこうライムを絞った、切ったやつですね、こちらをギュッと勢いよく絞ります。こういう感じですね、勢いよく。そして余ったところをこう果肉をマッサージしてあげる感じ、こう 押すというよりかはこう揉んであげるような感じでゆっくり押していきましょう。そしてここの、余ったところの、果肉を上に上げて、最後少し出てくるところを優しく押してあげましょう。で最後に油を拭いてあげて、で手洗ってね。そして炭酸加えます。ライムの果肉のところに注ぐようにするとライムの香りも立ってくるんで、でそこに入れるように、狙うように。で90度、余った炭酸は捨てます。そして、バースプーンのここの部分でですね、こうライムの果肉をこう 浮かせるような感じで叩いていきます。で1回2回ぐらい捨てました。で少しこう果肉を浮かしてあげましょう。はい、人力機の完成です。どうぞ。はい、人力機完成です。ちょっと飲んでみますね。うん、もうここの香りでね、わかるかな、こうちょっとこう上のところにライムの果肉も浮いてたりしてて、で炭酸が上から上がってきて、それのおかげでこうライムの香りも感じるような感じしますね。でちょっと飲みます。うん、うまいですね。うまいです。でああやって叩くとどうしても炭酸の気抜けるんですけど、とうちはあのウィルキンソンの炭酸 を使うバーテンダーが多いんですけど、うちはあの小岩で作ってる日本炭酸という、炭酸ですね。こちらは、日本で2番目に、炭酸のガス圧が強いって言われてますね。ハイボールにはすごい向いてて、結構下町とかの飲み屋さんとかで氷なしのハイボールとか作るときに、ウイスキーを入れて、でその炭酸を1本ドリルようにドワッと入れて、でそれでその炭酸の勢いでギュッと飲むっていうようなスタイルが流行ってるみたいですね。でもそれはまあやっぱりあのうちはその炭酸のガス圧っていうのはすごい大事になってくるので、なんでかというとこう叩いて捨てやしなきゃいけないので、でその時に少しで残ってるような感じですね。そのこう微炭酸を演出するために日本炭酸使ってます。いやうまいですね。うん、これをもう少しね炭酸抜くとこうちょっと清涼飲料水みたいな感覚になるんですね。逆に叩きすぎちゃうと皮のこのえぐみがすごい出ちゃうから、叩き方もちょっとかあの難しかったりするんですけど、そこら辺はもうあのこう何回も何回も、積み重ねて、やっていくと面白いですね。ということで今日も、お疲れ様でした。人力機で乾杯です。この動画が良かった人は、グッドボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、じゃあね。はい、ありがとうございます。ジンミッキーっていうカクテルってあのすごいスタンダードで、どこのバーでも、ね、バーテンダーがねすごいこう勉強するカクテルで、シンプルなんですけどすごい難しかったりするんですよ。で僕もあのずっとあの若い頃修行してた頃ですね、あの自分の師匠の、ジンニッキーを見て飲んで、でそれであすっごい美味しいなと思って、なんだこの味はと思ったんですよ。でそこのバーにこうカウンターに立たせていただいて、でそれでジンニッキーもね
何回も作らせてもらって、さすがにこう同じ味にならないんですよね。すごい難しくて、でその師匠にはもうその上に師匠がいらっしゃって、その師匠の店にもちょっと行かせていただいて飲んだことがあるんですけど、また味が違うんですよね。でそのまあ僕のその師匠のまたその師匠の人っていうのは、あの昔のゴードンですね、あの黄色いラベル、今はこういうラベルですけど、その一個前、もう一つ前の時のこうラベルがこう黄色いラベルになってる時、黄色いラベルでこうペタッと貼ってる時の、あの時のゴードン、あのゴードンってすごいこうシトラスのフレーバーがめちゃめちゃ強いんですよね。だからあれ一本だけでジンニッキーのライムを絞った時と、あとこのジネパーの香りと、あとそのシトラス系のものっていうものがすごい浮き彫りに出てきたんですよ。それを飲んだ時にすっごい感動して、あれからずっと作り続けてます。もう今バーテンダーやらせていただいてもう30年近くなるんですけど、未だにジンニッキーって難しいな、ああしたいな、こうしたいなっていう、そうなんか発想がね頭にこう出てくるというか、そんな感じしますね。やっぱりあのうちのスモークソルトでも、やっぱりお客様の中ですごいジンニッキー好きな方がいて、そんな方でも味が違うねとかって言ってくれてる方もいて、味変わったねとか言ってる方もいて、やっぱり好きな方はみんなそれでこう飲んでいただいて、ああ美味しくなったねって言ってくれて、その時はやっぱりちょっと心の中でこうガッツポーズしちゃったりもするんですけどね。まあそれぐらいもう僕すごい好きなカクテルですね。まあ、あの細かい作業だったり、そのさっき言ったその氷の詰め方だったりとか、さっき言ってたその氷と液体の当たる確率っていうその話とかは、またおいおい、YouTube でこう流せたらなと思いますね。まあ固いこと言うかもしれないですけど、まあこういうような気楽で作っているっていうことだけを覚えてください。